はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパートチャレンジ真の世界編ですね、こちらの攻略をしていきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、バイスケですね。ユニーク、ディメンション、動詞、産物をつけております。続いてコウタロウですね。見らない、拡散、ヒール、最高知能、共闘の旅路を入れてます。続いてナイフリオですね。怨念、体力、焼けをつけています。スタンバイにはセロハンですね。喧嘩、はい、愛をつけてます。フレンドは、クロキラを呼んでます。では参ります。バイクにね、動詞は結局なくてもいいんですが、一応保険にということで入れてます。そしてね、今回は6ラウンドがね一番難点でした。難関でしたね、6ラウンドが。 CS なしで行こうとするとどうしても立ちはだかってくるのが、6ラウンドのねリサリサ先生なので、どうしても、時止め勢が必要ということで、ナイフ孝太郎を連れてきています。さあ第2ラウンド開始です。ここではね、ナイフばらまかれるのでそれだけが怖いので、一応ナイフ処理のためだけに動かします。タイプ CS ですね。さあ続いてはディメンションでいきます。さあ第2ラウンドクリア、そして第3ラウンドですね。昔はここが一つの難関でしたが、今ではそこまで気にする必要はないのかなと思います。ウンドゥールがね10ヒットコンボカウンターですね、これをしてくるので、しかも体力がやけに高いというおまけ付きだったので、かなり苦慮した覚えがあります。さあいろいろ巻かれてしまいました。そしてダメージも受けてますが、ここはですね、一応これ時太郎、時太郎じゃないですね、孝太郎で処理をします。まあアイテム処理しなかったら早いんですけどね。いろいろと進行の妨げになると面倒なので、アイテム処理だけはねきちんとさせてもらいます。ここでね、自爆のシュトロハイムが出てくるんですが、固定ダメージ1万2000なので気にせずにいきましょう。
ゲージを取られてしまいますから、もう関係ないですね。以前はねここで、シーザーを使ってましたけどね、ゲージ満タンにどうしてやろうかと悩んでましたが、今はそんなことを考える必要がありません。ユニドラディメンションでほぼ倒せてしまいます。さあ行きましょう。ん？まずいかな？倒せております。さあ問題の6ラウンドですね。ここでは、開口ダービーを使って位置を変更ですねしてました。さあ行きましょう。動かなくてもよかったんですけど、これで倒せます。6投目があると本当楽ですね。ユニドラディメンションで倒していきます。さあ最終ラウンドです。3発で重ねていきます。このディオは接触するとちょっと、まずいので、接触せずになるべく近くで倒しておきます。そしてゲージを没収されていきます。そして降りてきたのがコウタロウ、ドキタロウお前か。今回初ですね。初なのでちょっと分かりませんが、十分倒しきれるでしょう。はい、倒せましたね。はい、ありがとうございます。まさか時太郎が降ってくるとは思いませんでした。近くでね、倒す、ユニドロをすればディメンションをすれば、時太郎も、ハイディオも倒せます。それでも倒せない場合に、のための保険として投手をつけていました。まあ投手結局使わずじまいでしたね。よかったです。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。